潮の香りに包まれて、そんなラムネイロマメリー、夏の日差し、いつもの道、波の音が胸に響く、虹の中さ、誰だ？うわ、怖いぐらいにヤドカニが。欲しいのか？え、でもあげないぞ。これは俺が見つけたんだからな。見ろ、これは磯横バサミといって、普通のヤドカリじゃないんだぞ。まずはこのハサミ、その辺りにいる普通のやつらとは違って、ハサミにトゲトゲが生えててかっこいい。バイバイ。さらによく見ると細かく毛も生えてて、何すんだよ。海に返してあげようよ、かわいそうだよ。ヤドカニ。ヤドカニ？うん、ヤドカニじゃなくてヤドカニだろ。うん、どっちでもいいじゃないの。よくねえよ、ヤドカニはカニと違うんだからな。いいか、さあ今のうちに海にお帰り。またか、こら待て。分かったよ、一匹あるからあっちに行ってくれ。あー、頭の上でヤドカニが。よかったな。ただいま。お兄ちゃん、とっくにお引っ越し終わったよ。俺の部屋はベランダがある方の部屋だよ。あとお隣のお家に。おお、聞いてるの？おい、パンツ見えてるぞ。え、ああ、
休み、俺。まことでございますな。うむ。しからば殿、ご命令を。斬首だ。誰を切りましょう。そのあたりのものでも切っておけ。はっ。おはよう、お兄ちゃん。どうして起こしてくんないんだよ。何度も起こしたよ。珍しくテスト勉強か。ああ、そんなとこ。あれ、今日ってお兄ちゃんの番じゃなかった？俺の番？うん、俺の番だ。ねえ、先に出よう。テスト遅れちゃダメだよ。ナナミ、ナナミ、ほら起きろ、ナナミ。揺れてる。揺れてるじゃない、パンツ見えてんぞ、起きろ。あれ、ケンちゃん、おはよう。おはよう、じゃなくて。で、パジャマが、あ、大変なことに。うわ、危ないって。何が？ほら、遅刻するぞ。あ、そうだね。今日から期末テストだからな。急ぐぞ。早めに行ってノートを見直したいし、まあテストが終われば夏休みだからもう少しの辛抱だな。うっせって何やってんだよ。してください。これも貸しだぞ。うん、うん、どう、ドタドタうるさいわよ。なんでもない。お母さんこそその格好は何よ。まあまあ、誰が見ているわけでもないし。だけど、
ここまで来れば間に合うな。夏だな。わ、大変なことに。今度は何をやってるんですか。そのリボンが引っかかって。このまま道潮になったら溺れてしまう。やめてよ、タイムだってひどいよ、ケンちゃん。いや、だってほら、取ってやるからこっち来いよ。すぐらない。ああ、たぶん。たぶんって何よ。おい、七海先生。人質がどうなってもいいのか。人質？あ！あら、二人ともおはよう。大先輩、おはようございます。先輩、朝から何やってんですか。何ってお掃除よ。お掃除って？どうも気になっちゃって。今日から期末テストですよ。分かってるんだけど、こういうのは気づいた時にやらないと。じゃあ先輩、俺たちはこれで。失礼します。七海、急ぐぞ。廊下は走らない。おっと、行こうか。だね。どんな調子だった。いつも通りだよ。あたのは補習だけは勘弁だな。まったくだ。期末テストが終われば夏休みか。ああ、夏休みだ。ケンちゃん、帰ろう。おう。じゃあな、ケンジ。ああ。奥さんによろしく。黙れ。腹減ったな。うん、お昼どうしようか。ちなみに今日のおすすめは？ミートソースだったと思う。いいね。じゃあ、ナナミンチの売り上げに貢献しますか。いらっしゃい。おかえり。こんにちは。ただいま。今日も暑かった？うん、ちょっと大変かも。冷たいもの用意するわね。あ、私が。じゃ。ごちそうさまでした。どうだった？うまかった。特に野菜が。それこの前一緒に撮ったのだよ。ああ、あの時の。ナス。
今年は水ナスが豊作かも。ありがとうございました。はい、お母さん。ナナミ、悪いんだけど水ナスと枝豆を取ってきてくれる？あ、うん。あとはかぼちゃとトウモロコシも。かぼちゃは重いかも。俺も一緒に行くよ。本当？うん。いつも悪いわね、友坂くん。あ、そうだ、畑のリヤカー使っていいわよ。え、うちにあるの？お隣の畑の人が使っていいですよって。ゲゲ。これで楽になるね。申し訳ないんですが、リヤカーはちょっと。あら、リヤカー便利だよ。俺が持つからさ、リヤカーはな。便利なのに。それより早く行こうぜ。あ、ケンちゃん待って。ナナミ。え、何？忘れ物。この辺どうだ？もうちょっとかな。じゃあこっちは？そっちはいいかも。じゃあこっちは？うん、オッケーだよ。じゃあケンちゃんお願いね。ああ。この辺のスイカってもういい頃じゃないか？いいけど、持って帰るの重いよ。そうだな。リヤカー使う？便利なのにな。水が気持ちいいよ。はい、水まき終了。ケンちゃん終わったよ。って何か食べてるし。何言ってんだかわからないんですけど。お前も食えよ。どうした？せっかく育てたナナミスペシャルなのに。ナナミスペシャル？もうどうして食べちゃうのよ。はって、このスイカがナナミスペシャルだという証拠はどこかね。はい、は、もしかしたら普通のスイカかもしれないのではないかに。証拠はどこかね、ナナミくん。
それだったらここに。あ、それにほら、子供か、お前は。ああ、一味違うな。これも貸しだからね。ああ、わかってる。これも貸しな。うん。うん、貸しだよ。うん。うん。ん？どうしたの？いや、なんでもない。うん。あ、うわ、私の分だよ。早い者がけじゃ。もう、ケンちゃん。あ、バカ。あ、もう。今日はありがとね、ケンちゃん。の、じゃな。ななみ、明日はお前の番だからな。そうだったね。俺は簡単には起きないぜ。分かってんな。もう変な脅しかけないでよ。じゃあ今度こそまた明日な。うん、おやすみ。自分で起きるわけないよ。そうだよね、聞いてみただけ。あ、もうこんな時間、急がないと。次回ラムネ、夏の畑とナナミスペシャル。ケンちゃん、朝だよ。